のりこがそのちょっと本当ののりこじゃないところを最初見せてるんで、その泉を真似てるんじゃないですけど、その絶妙な泉でもないのりこでもないっていうところのお芝居が結構難しかったです。あの安行にそののりこがあのネックレスをつけてくれと言われて、ネックレスをつけてどう似合ってるっていうセリフがあるんですけど、それをその本当に似合ってていいのか、それとももうのりこの正体をむき出しにして醜くて似合わない方がいいのか、どっちがいいんだろうってギリギリまで悩んでて、それはどうしようって難しかったんですけど、監督に聞いてその似合う方向で行こう、似合ってる方が安行が悲しいからっていうことで、うん、そっちになりました。もともと演技レッスンはずっと10年以上前からしてたんですけど、うん、でもその16歳ぐらいの時にたまたま会った大人の方に、君はあの女優顔じゃないね、だから女優は絶対やめた方がいいよって言われて、まあ16で純粋なものだったんで、純粋だったんで、あそうなんだ、私は女優無理なんだってもう思ってて、趣味として演技レッスン受けてたんですよ。その表現のモデルとしての表現の幅も広がればいいなぐらいで、だって楽しいなと思ってたんですけど、その朝ドラをきっかけにちゃんとお仕事としてお芝居させていただくことになって、でもこれこの先続くのかなっていう不安はあったんですけど、一緒に共演したあの武田鉄矢さんとかヒロインの夏菜ちゃんに、そのこれからも女優続けてねって言っていただいて、それから女優続けようと思ってやってます。私アンジェリーナ・ジョリーが大好きなので、うん、そういうアジアのアンジェリーナ・ジョリーになりたいなっていうのはよく思ってますし言ってるんですけど、なのであのキカイダっていう作品をやらせていただいた時に、そのアクション挑戦させていただいて、そこからハマって今も続けてるんですけど、そのアクションをもうさらに磨いてアクション女優にもなりたいなと思いますし、あとは結構ダークヒロインを結構やらせていただいてたので、なんでしょう、私が出ることでどうせこいつだろうって思われるのも嫌なので、なんかコメディとかそういう明るい役もやっていきたいなと思います。やっぱテーマは復讐法なので、もしも自分の大切な人が本当に人に殺された時に、自分は復讐法を使うのか、それとも裁判にかけるのかっていうのを考えながら映画を見ていただきたいです。あと登場人物が結構いるんですけど、みんなそれぞれの正義があって、そのドラマが切ないので、感情移入しながら見ていただければと思います。あとアクションシーンも迫力あるので楽しんでください。夢は諦めなければ叶うと思います。私もそのオーディションを受けて、ちょっと交通費がかかるということで一旦諦めかけたんですけど、そのお父さんが確かに新幹線は難しいけど車でよかったら送っていくでって言ってくれて、その車で実際オーディション会場まで、まあ、滋賀県なんですけど横浜まで連れてってくれて、それで受けたオーディションでグランプリを取らせていただいて今があるんですけど、本当にいつ何がどんなチャンスでどんな奇跡が起こるかわからないんで、本当に諦めずに頑張ってほしいなって思います。